はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は納車された私の新型フィットの走行インプレッションをお届けしていきたいと思います。待ちに待ってようやく手に入れた新型フィット、やっぱり可愛くもありかっこよくもあり当たり前ですがめちゃくちゃ気に入ってます。特にこのツートンのボディカラーとアルミホイールはマイフェイバリットな要素の一つで個性を光らせたつもりです。それゆえになかなか動画でもお目にかかることの少ないレアキャラではないでしょうか。これらをじっくりめでるように内外装もチェックしていますので、気になる方はそちらの動画もぜひご覧ください。オープニングもいつもと違ってカッコつけてますてな感じで、今日はドライブしながらインプレッションをしていくわけですが、実は納車後すでに300キロ余り走っています。そうするとやっぱり試乗の時には気づかなかったポイントや改めてお伝えしたいことなどいくつか見えてきましたので、そのあたりも含めつつ話してます。また今回購入したのは EHEV モデルのホームということで、もちろんハイブリッドならではの動力性能に触れていくほか、一部の層から非難を浴びるあれについても私なりの考えをお伝えします。意見が分かれるところでしょうが、ぜひそこにも注目して早速走行インプレッションを見ていきましょう。はい、ということでホンダ新型フィット納車インプレッション試乗編をお届けしていこうと思います。いやー、ようやく納車されました。1月上旬に契約して、で納車されたのが4月の下旬ですから、まあだいたい3ヶ月半くらいの納期になったということになりました。で今回私が購入した新型フィットはハイブリッドモデル EHEV と呼ばれるハイブリッドのホームなので、まあそれほどね納期がかかるモデルではないんですよ。っていうのもやっぱり一番売れてる車ですし、まあその中で言うと3ヶ月半は少し遅かったのかなと思います。でもこれ別にコロナウイルスのせいじゃなくて、単純に私がボディカラーをツートンにしたからっていう、まあただそれだけの話だと思うんですよ。実際に納期がやっぱりモノトーンに比べてツートンにすると遅れてしまいます。まあ2、3週間はおそらくね早く手に入っていたんじゃないかなと思います。モノトーンだったらもう少し早く手に入っていたと思いますが、まあツートンをね選んだがゆえにちょっと遅くなりました。で新型フィットのまずキーワードとして、今回心地よさっていうのがすごい歌い文句のように言われてるじゃないですか。でその心地よさにも実は4つあって、視界の心地よさ、これまず1つ目です。でシートの座り心地、これが2つ目になります。で3つ目が乗り心地、まあエンジンのフィーリングであったりブレーキのタッチ、あとはまあサスペンションの味付けであったりとか、これらを含めて、3つ目の乗り心地と、で最後4つ目は使い心地、まあ例えば今もうここに置いてますけども、ドリンクホルダーがこの手の届きやすい位置にあったりとか、まあコンソールボックスを付けられたり、まあこれが使い心地になります。まあその他にもね先進運転機能であったり電動パーキングブレーキであったりと、まあこのあたりもあるんですが、これは後ほどご紹介したいと思います。ハイブリッド試乗編、ガソリンモデル試乗編の時もお伝えしましたが、やっぱり視界の広さは素晴らしいですよね。この新型フィットの、まあ、車としてのまず基本的な特徴としては、やっぱりこの視界の広さが一つあると思います。で、なんでこんなに視界が広いのっていう要因は、やっぱりこのピラーの細さですよね。で、見比べたらわかると思うんですが、もう一番前のピラーは本当に極細になってます。で、めちゃくちゃ細いですし、実はこの細さ、先代モデルがだいたい120ミリちょっとあったのが、今回なんと55ミリまでスリム化されました。この違いがね、おそらくすごく効いてます。で、ピラーを細くすると、もちろん視界は良くなるんですけども、それによって三角窓も大きくなってるんですよ。で、三角窓が大きくなると何がいいかっていうと、例えば今ここは曲がりませんけども、こういう横断歩道がある交差点、まあもちろんない時もそうですけども、人が歩いてたりとか、自転車が通ってたりとか、そういう時に視覚が減るので、すごい安全確認がしやすくなります。なので運転している時のこのパノラマ感だけじゃなくて、そういう安全方向にも、心地よさがあるというのがこの視界の広さの特徴になります。
じゃあ逆にですよ、ピラーを細くすると衝突安全って大丈夫なのかなと少しちょっと疑問に思うかもしれません。で、実際私もちょっと思ってたんですよ。なんかちょっと危ないんじゃないのっていうふうに思ってたんですけども、実はこれもからくりがあって、一番前の細いピラー、これに関しては本当にフロントガラスを支えるのがメインなので、衝突安全のためというよりは、まあガラスを支えるための軸みたいなものですね、になっていて、衝突安全をクリアするためにはこの太いピラー手前にある方で、これで衝突安全をクリアしているそうです。フロントのエンジンルームのとこにアッパーメンバーっていうのがあって、そこからつながってるのが一番前の細いピラーじゃなくて、このよりコックピットに近い太いピラーにつながっています。今までのフィット3とかであれば、もちろん一番前のピラーが衝突安全をクリアするためのものになっていましたので、そちらからアッパーメンバーからストレート化しているのは一番前のピラーだったんですよ。ただ今回の新型フィットは、まあ視界も確保して衝突安全もクリアするっていうことで、ストレート化しているのはこの手前のサポートピラーということになります。まあ、これでうまくね、衝突安全もクリアしながら視界も広くしたっていう、かなりねちょっと凝った作りになっています。フィットといえばルーフラインがね曲線美を描いているみたいな感じ、ワンモーションフォルムと呼ばれるものが特徴的ですよね。で、これをずーっとフィット3の時もそうですし、今回の新型フィットになってもそれは踏襲したいということで、あえて外から見た時のフォルムはワンモーションフォルムで継承しているんですが、でもいざ蓋を開けてみると全然このピラーの役割が変わっているということになります。ただ視界が広いだけじゃなくて、例えばこのフラットなダッシュボード、これも一つすっきりとした心地よさを実現しているポイントにもなりますし、メーターのバイザーがなくなってるんですよね。バイザーレスメーターになっています。じゃあバイザーレスメーター、今まで何のためにバイザーがついていたのかっていう話なんですが、まあそれは光の反射を抑えるため、見にくくならないため、視認性が落ちないためにバイザーっていうものが多くの車ついているんです。ただじゃあそれをなくすと、じゃあメーター見にくくなるんじゃないのと思うところなんですが、ここも実はメーターにからくりがあって、でもちろんメーターの角度、これ反射しにくいような最適な角度に調整されていますし、あとはメーターパネルの光量自体も増やしてより明るくしているというものになります。まあパネル自体がね反射してしまったらもうどうしようもないので、そこは反射のしにくい加工がされていますと。まあそれらをすることでバイザーもなくなりましたし、メーターのところによくあるあの透明のプラスチックのカバー、あれも新型フィットでは廃止されています。だからメーター周りも非常にスッキリしていますし、そのバイザーがなくなったことで前方視界もすごくスッキリとした心地いいものに仕上がっています。今回新型フィットになってシートもね刷新されていて、新しくボディスタビライジングシートというものが採用されています。で、今までのものと何が違うかといえば、まず分かりやすいので言えばシートのクッション圧がね随分変わってます。先代のものよりも30ミリもなんとね厚みが増しているということで、まあクッション性悪いわけがないですよね。あのふかふかというよりもある程度こう反発力のある弾力のある座り心地で、なんていうんですかね、その柔らかすぎるとどうしても腰に負担が来たりっていうのがあるんですけども、そこをうまく抑えてるような感じのこのクッション性です。で、もう一つポイントなのはシートの中のフレーム構造ですよね。今まではこうくねくねとした S バネ構造っていうものが入っていて、それがシートフレームとしてなっていたんですが、今回のボディスタビライジングシートではマット構造ですよね。要は上からワイヤーで吊るして樹脂製のマットが背もたれの部分とか座面のところに入っていると。今までは点で支えてた構造が面で支えるようになったので、まあ、よりサポート性が上がった、ホールド性が上がったなんて言われ方をしています。骨盤を安定させられる、で腰椎もしっかりとこう安定させられるという話なんですが、じゃあ実際座ってみてどうなのよっていう、骨盤とか腰椎ってそもそも何なのみたいな
実は腰椎って5つあるんですけども、それがじゃあ何なのとかね、よくわからない話になってくるので、まあ、座った感じの印象としては本当にまあクッション性がまずあるのと、ホールド性もこのシティコミューターのレカロとかのすごいバケット型のシートは抜きにして、こういう普通の形状のシートとしてはすごくサポート性が高いです。で、一番今までのフィットと違うなと思ったのが、腰の痛くなる時間が随分長くなりました。っていうのも、私腰痛持ちで、シートポジションはもちろんね、運転前にしっかりと合わせるんですけども、それでもシートがあんまりな車ってどうしてもね、腰が痛くなってくるんですよ。すぐに腰が痛くなってくるんですよ。で、フィット2とかフィット3の時もあくまで個人的な話ですけども、運転してても10分とか20分とかでも腰が痛くなってくるんですよね。まあこれはね、本当に個人差があるのでダメだとは言いませんけども、それに比べて1時間ちょっと乗っててもほとんどね、腰痛くならなかったんですよ。まあ最後の方、若干こうね、体をくねくねさせて、なんかこうちょうどいいところを探すシーンっていうのは出てきたんですけども、明らかに前のフィットとか前の前のフィットとかのシートに比べると、腰のサポート性がやっぱり上がったのか、痛くなる時間が長くなりましたね。長くなったっていうと表現は難しいんですけども、痛くなるまでの時間が長くなったということですね。いやー、これはね、いいですよ。一時期車のシートを変えてた時があって、標準のシートが嫌でレカロシートを入れてたりしたんですが、まあ今はね、もうそこまでしないので、できるだけ普通のシートでこう体に合うものがあればいいなという感じです。なので、この新型フィットのサポート性、クッション性、そして適度な、まあ、このホールド性とかはいいですよね。ということで、まあ2つ目の座り心地、これもいいんですが、まあ悪い点というか、もうちょっとこうであったら良かったなっていうのが、シートの調節部位ですよね。前後のスライドで、シートバックの角度、あとはハイト調節、シートの高さ調節ができるので、まあ、シックスウェイのマニュアルシートになっています。で、これがプラスして、もう一つ座面の角度も調節できたら最高だったかなと思います。このシート自体すごくいいので、疲れにくくて、まあ、腰も痛くなりづらくはなっているんですが、膝より下の部分、ここのストレスが結構かかるなと思いました。じゃあなんでなんだろうなと思った時に、やっぱり座面の角度が私の足のこの肩の長さと合ってないんですよね。この座面の角度さえ調節できれば、膝裏のスペースと座面のスペース、これが少しね、緩和されて硬い部分のホールド性も上がるのかなと思いました。まあ、ただ B セグクラスの車でどこまで求めるのかっていうのはすごい難しいところで、それをすることでもちろんコストもかかりますし、結果的に乗り出し価格も上がるので、金額が上がれば金額が上がったで車高いっていうことになりますから、すごい難しいところではあると思います。だから悪いっていうことじゃなくて、こうであったら良かったよねっていう欲張りなポイントを言うとすれば、そういうところかなと思います。で、こういうね、交差点なんかを曲がるときは、ステアリングのね、打角がこれ小さくて済むんですよ。っていうのも、今回私が購入したのは EHEV モデルのホームですが、オプションで16インチのアルミホイールをつけてます。で、ハイブリッドモデルの16インチに関しては、VGR と呼ばれるメカニズムが、組み込まれます。いわゆるステアリングの可変ギアレシオなんですが、要は簡単に言ってしまうと、低速時の取り回し性は向上して、高速域、中高速域は走行安定性が向上するようなステアリングフィールになるというものになっています。なので、こういう交差点を曲がる時なんかは、例えば本当はもっと大きく切らなきゃ曲がらないシーンでも、少ない打角でスッと曲がってくれます。これが、何気にね、運転していてストレスを減らす技術だなと思います。だって VGR がね、ついてる
こういうハッチバック4メートルアンダーの車でっていうのはすごい珍しいことだと思うんですよ。もちろんコストもかかるし、できれば別にないならないでそのまま売り出せますから、あえてこれをつけてきたっていうのはやっぱり普段の取り回し性、そして高速走った時の安定性を向上させるに加えて、この新型フィットのもうキーワードである心地よさを追求した結果だなと思います。動力性能のお話をしていくと、今回、新型フィットのハイブリッドモデルには2モーターの技術が採用されています。これは今までのフィット3であれば1モーターにデュアルクラッチのトランスミッションが組み合わさっていて、でそれでダイレクト感のある走りを得ていたわけですが、今回2モーターということで、要は 1.5 リッターのガソリンエンジンに走行用モーターと発電用モーターが、合わさったものになります。なのでメカニズムとしてはもう全く別物になりました。でガソリンエンジン単体で見ると最高出力が98馬力、そして最大トルクが127ニュートン、一方走行用モーターの最高出力が109馬力、そして最大トルクが253ニュートンとなっています。でこれ数字だけで見ると、まあ、従来の 2400cc の NA エンジンと同じくらいのトルクが出ているということで、まあ、それだけ出ていたらこの車格に対してはもう余裕しかないですよね。動力性能としては全く不満ありません。今もこれ少し上り坂でバッテリー残量としてはねもう3つぐらいしかないんですけども、でもやっぱり踏み込むとしっかり加速してくれますし、全く、不足ありません。十分ですね。じゃあ 1.3 リッターのガソリンエンジンでも不足ないんじゃないのっていうお話なんですが、確かにそれは言えてます。一般道を走っている分にも全く問題ないと思いますし、あとは高速走っていても別にそんなにねビュン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 飛ばさないのであればガソリンエンジンでもいいと思います。ただここ一発の加速が欲しいとかリニアな加速感が好きだっていう方にとってはこの 1.5 リッターの EHEV モデルはすごくおすすめできるかなと思います。でよく聞くのがなんかフィット3の時より加速悪くねっていうのをよく聞くんですけど、これはね私的に別にネガティブなポイントじゃないと思っています。というかそもそもの話が加速が悪いんじゃなくて、今までのフィットってすごいアクセルの踏み始めた時のレスポンスが良すぎたんだと思います。で今回の新型フィットはやっぱり心地よさっていうのをキーワードにしていますから、踏み始めた時の機敏な動きっていうのは逆に一般道こういうところを走っているシーンだとストレスに感じる時があるんですよね。レスポンスが良すぎてこのちょっとした速度変化がしにくいっていう、これがね結構ストレスだったりするんですけど、今回の新型フィットは味付けとしてある程度のこのスロットルコントロールの幅を持たせているんじゃないかなと勝手に思ってます。もうあくまで勝手にですけども、なんかそういう印象を持ってます。で全開加速にするとよくね加速していくんですよ。ただやっぱり踏み始めの速度変化が結構ね緩やかなので、なんかこうパッと乗った時にあれフィット3より遅いかなとは思っちゃう。まあそれは仕方ないと思います。でも実際全開加速にしたらフィット3とこのフィット4もほとんどね数値的には変わらない。むしろバッドポイントじゃなくてこういう味付けにしていることが私的にはグッドポイントかなと思います。ただこのエンジン周りでやっぱりちょっと不快だなと思うのが、今これハイブリッドドライブモードといってエンジンも駆動してモーターで走っている状況、あ今 EV モードに切り替わりましたけども、ハイブリッドモードで走ると要はエンジンが駆動するのでもちろんエンジンの音がします。でバイブレーションとかはすごく抑えられているんですよね。ここは本当にすごいなと思いますし、遮音性 もう抜群にねフィット3の時から比べると上がっているんですよ。ただこのハイブリッドモデルに関してはどうしてもバッテリー残量が減るとエンジンを回さないといけませんから、そういうシーンで例えばもう本当に30キロ40キロとか遅いシーンにしては意外とエンジンサウンドが大きかったりとかいうところがあるので、
オーディオオフの状態で走っている時とかはなおさらエンジン音が目立つかなと思います。まあ別にうるさいというわけではないですし、私がねこの音に対してシビアすぎるのかもしれませんが、ハイブリッドドライブモードで走っている時はエンジン音が目立つシーンがあります。で今ちょっとお話ししましたけども、新型フィットこの EHEV モデルには3つのドライブモードが用意されています。でさっき言ったハイブリッドドライブモード、これはいわゆるシリーズ式の方式になっていて、エンジンを駆動しながらモーターで走るというものになります。 EV ドライブモードと呼ばれるモードは、これはもうバッテリーの残量を使って走ると、要は電気自動車みたいな感じですよね。でもう一つあるのがエンジンドライブモードで、これになってくるとガソリンエンジン車と全く一緒で、要はエンジンを動力源としてモーターを返さずにクラッチで直結してタイヤを回すというシステムになっています。まあ、この3つ EV モード、ハイブリッドモード、ガソリンモードと3つあるわけですが、これ試乗の時にはねちょっと見逃していたポイントがあって、ハイブリッドドライブモードの時にエンジンだけを駆動してバッテリー残量は使わないものだと思っていました。でもこれ違うんですね。実はエンジンを動力源としてモーターを駆動させながら合わせてバッテリーの残量も使う、こういう、まあ、コンビネーション技みたいなシーンもありますし、逆にエンジンドライブモードで走っているシーンでもバッテリーの残量も使う時があったりとか、バッテリーに残量を蓄えるとか、これがね前回ちょっと試乗した時には分からなかったんですが、まあ、こういうシステムが実は構築されていたということです。でもう少しエンジンのお話をしておくと、まあ、基本的に多いのはやっぱり EV モードか、ハイブリッドモード、バッテリー残量が今の時点で4つなんですけども、だいたい街乗りをしている分だと3つか4つあたりをうろちょろする感じですね。あんまりね5個も6個もっていうシーンは相当下り坂が続かないとなかなかそこまでは増えません。なので EV モードとハイブリッドモードは結構頻繁に切り替わるかなと思います。今もバッテリー残量これ3つになってハイブリッドドライブモードに切り替わりました。で今どの状況で走っているのかっていうのはもちろんメーターを見ればわかるんですよ。で今は、モニターのこのパワーフローという、表示にしていますので、まあ、タイヤのマークがあってバッテリーのマークがあってエンジンのマークがあってどっからこう動力が出ているのかっていうのが一目でわかるんですが、これねメーターパネルにこのパワーフローを表示していると平均燃費とか他の情報がね表示できないんですよね。でせっかくこの TFT の液晶カラーパネルを採用しているので、こうプログラミング次第ではいろいろとねこの同時に表示させられるはずなんですけども、まあ、今回ね新型フィットは心地よさっていうのをキーワードにしていて、もうあくまでシンプルをテーマにしていますから、ここね表示できないんですよ。これはね残念なポイントです。やっぱりこうパワーフローを見ながら今どれくらいの燃費が出ているのかなっていうのは、まあ、微妙に気になるところでもありますから、ここはねできればもう少しこう同時に表示できる量を増やしてほしかったなと思います。でも CVT の制御は結構優秀ですね。まあ、さっき言ったエンジン回転数がねずっとこのアンマッチなシーンが続くっていうのは、まあ、ハイブリッドモデルの宿命でもありますから、それはまあさておき、こういう全開加速した時とかはなんかね今ちょっと出なかったですけども、リニアシフトコントロールって言って、まあ、要はステップアップ制御みたいな、トルコン AT みたいな感じで制御してくれるらしいんですけども、まあ、そういう制御が入っていたりとか、乗り慣れてきたら本当にあんまりねこの音自体も気にならないと思いますし、優秀だなと思います。でブレーキシステムに関しては、今回新型フィット、ね、発売時期が遅れたのでもう知ってる方もおられると思いますが、リアも
ディスクブレーキに変更されています。本来だとドラムブレーキかなになっていたはずなんですが、リコールの関係で、ディスクブレーキが採用されたということになりました。で、ハイブリッドモデルはね、結構滑空ブレーキになりやすいなんて話をよくしてますが、この新型フィットはブレーキのタッチもね、結構心地いいものがあって、なるべくこのハイブリッドにしては滑空ブレーキになりにくくなっています。サスペンション、今回新型フィットはフロントマクファーソンのストラット式、そしてリアトーションビームとオーソドックスなものを採用しています。ですが、これ乗り心地もね、ちょっとすごいいいんですよ。なんかこの絶妙なところなんですよね。コンフォート7割、スポーツ3割みたいな、そのやっぱりどこかホンダイズムが入ってるのか、ふわふわとした乗り心地はホンダじゃないよねっていう、なんかそういうね、ところが垣間見えるというか、しなやかなんですよ。やっぱりそれはサスペンションのこのサスペンション周りもかなり改変されていて、基本的なメカニズムはもう先代から同じだとしても、やっぱり取り付け剛性が上がっていたり、動く部品のフリクションが低減されていたりと、すごくよく動いて、いなし上手な足回りの味付けになっています。こうビシッとね、こう収まりがいいシーンっていうのもあるので、やっぱりここはどこまで行ってもホンダらしさっていうのは感じ取れます。まあフィット3、フィット2の時はちょっとまああれがスポーツ性だっていう見方もできるんですが、逆に私的にはチープなんじゃないかなっていう、そのまあ車自体が悪いとかじゃなくて、サスペンションの剛性感が弱かったりとか、いい車に比べたら足回りなんかちょっとチャッチーなみたいな、動きがこうスコスコしてるな、ひょこ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 するなみたいなシーンっていうのはあったんですが、新型フィットは本当に全くないです。皆無です。こういうマンホールとかのつなぎ目を超える時もしっかりとロードインフォメーションはシートを伝って体に伝わってくるんですけども、でもその突き上げ感に角がないというか、なんかこれもうまい具合に調整されているんですよね。まあ最近の車はボディのシャシーのプラットフォームですよね、これがかなり大きく変わったりしています。ですが実はこの新型フィットに関してはシャシーは先代からキャリーオーバーなんですよね。なのでそんなにじゃあ変わんないんじゃないかなと思っていたんですが、やっぱりそこもボディ剛性を上げるための工夫もいろいろとされているみたいで、先代とはね比べ物にならないくらい剛性感も上がりました。やっぱりシャシーの剛性が上がると乗り心地も良くなりますし、その分ね足もこう柔らかめにセッティングできるんでしょうね。なので硬さっていうのが随分と和らぎました。自転車にちょっと引っかかってますが追い越しましょう。こういう時のね加速感の伸びとかはすごくいいですよね。あんまりちょっと速度を出すと速度違反になっちゃうので落としますが、本当にねどこまでも伸びていきそうな、もう早くね高速のインプレッションを出したいくらいです。できればね新東名とか行って120キロ制限のところで加速感が見たいんですけども、まあねコロナの影響もあってあんまりね出ないようにしましょうっていうことになってますから、ちょっとまあすぐにはできないかもしれませんけども、まあ高速のインプレッションはいずれしたいと思います。まあ加速感の今話をしましたけども、一つねこのモード切り替えがあって、今押しましたイーコンっていうモードがあるんですよね。これを押すことによって若干こうスロットルレスポンスが悪くなるというか、まあ鈍化な感じになって、まあ燃費走行に適したモードみたいな感じなんですが、これの関係でね少しお話ししたいのが、 S モードってあったじゃないですか。フィット3の時に S モードってあったと思うんですよ。あれ本当にいりますかっていうちょっと問題定義をしたいんですけども、個人的には正直いらないです。なんでいらないのかっていうと、イーコン入ってる状態をノーマルモードとして考えれば、これイーコン切ったらもうこれでスポーツモードみたいなもんじゃないですか。っていうのも一つありますし、あとは別にこの切り替え自体を
走ってる時にそんなに使わないっていうのがもう一つの理由です。私ももう一台ラブ4、トヨタのラブ4を乗ってますけども、まあ今だいたい1万キロ少し走って、使ったのって本当に数回程度だと思います。でエコモードなんかもう全く使ってないですし、まあ基本的にもう本当に 99% はノーマルモードで走って、めちゃくちゃたまにスポーツモードに入れるぐらい、それも別にスポーツモードじゃなくてもいいかなっていうあれなんで、S モードにしてステアリングの重さが変わるのであればあってもいいのかなと思うんですが、確かフィット3の時ってスロットルレスポンスの変更だけだったんじゃないかな。もうそれだったらなおさらいらない機能ですしっていう感じで、個人的には S モードはいらない派です。先進運転機能の話を少し触れておきたいなと思います。で新型フィットになって渋滞追従式の ACC、 これが採用されました。で、レーンキープアシストシステムはもともとフィット3の時からありましたし、車線の逸脱抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、このあたりもありましたよね。ですが、前後のソナーセンサー、これが備わったことによって近距離の衝突被害軽減ブレーキっていうのが、これホンダとして初めて採用されました。まあトヨタでいうところのいわゆるインテリジェントクリアランスソナーとか、まあ最近だとねパーキングサポートブレーキなんて呼ばれ方もしていますが、遅い速度域の時に、まあ、衝突を被害軽減しようっていうシステムになっています。まあこれが新たに採用されました。でフィット3にない機能としては、あとはオートハイビームも確かなかったと思います。これが新たに追加されてます。先進運転機能すごい充実したんですが、一つ残念なこととしてブラインドスポットモニターがこの新型フィットには採用されていません。で新型アコードとかには採用されているので、ホンダとしてメカニズムはあるんですけども、まあ、この新型フィットには採用されなかったということで、ここは一つ残念なポイントです。まあ、今回はね本当にざっくりと納車されて200キロ少し走っての納車インプレッションになりましたので、いいところ悪いところ、またこの走った感じとか新型フィットについてっていうのをすごくこうざっくばらんに話してきましたので、またねその新型フィットのいいところ悪いところっていうのは別の動画でしっかりとこうまとめてからお伝えしていこうと思っていますので、そちらもねまた見ていただければと思います。燃費を見ておきたいなと思います。で今モニターはこれパワーフローになってるんで、ここから切り替えないとダメなんですよね。この一手間は結構めんどくさかったりするんですよねっていうのはさておき、納車されてからの燃費はこうなりました。平均燃費 24.7 となりました。 24.7、 まあ、WLTC モードで言うとちょっと及びませんね。まあもちろんこの撮影のためにエンジンをつけた状態にしていたり、まあ、アイドリング状態が長かったりとかいうのもありますので、こっからねさらに伸びていくとは思いますが、まあ一般道を走っての燃費は 24.7 となりました。283キロですね、走って 24.7 と。で注目してほしいのが下の航続可能距離なんですけども、今968キロって出てるじゃないですか。で走行距離が283キロなので、まあ単純に足したら1100キロ以上は全然優に走れると、1200キロ近く走れるっていうことで、こうワンタンク1000キロ走行っていうのが可能になります。いやめちゃくちゃいいですね。ガソリン入れる手間が省けるっていうのは結構ねメリット大きいと思うので、これも一つねグッドポイントなんだと最後にお伝えしておきたいと思います。で燃費は 24.7 となりました。というわけで新型フィット納車インプレッション走行編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。また新型フィット関連の動画は多数公開していますので、概要欄にリンク貼っておきます。よければそちらもご覧ください。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。